皆さんこんばんは。お疲れのところよろしくお願いします。ちょうどあの引いたというか濃くなって、ちょうどなんか寝るのにもいいような、なんかこういい雰囲気ですけど、まあ、一つ今あつさんがおっしゃったように瀬戸内市というのが実はその今資料を渡している中、後から申し上げますけどね、非常に過去少ないんですよ。もうずっと江戸時代以降取ってみて、まあそれなりの作家さんというかそれいらっしゃるんですよ。ですけどその全国に鳴り響くようなということになってくると非常に少ないということがあって、まあ瀬戸内市だけでなくてですね、実はその旭川から姫路の間、ここの間にもう本当に作家さんがいらっしゃらないんですよ。それで、県を越えて兵庫県に移ったとしても、まあ、三木露風先生、作家じゃないんですけども、まあ、そういう方はいらっしゃるけども、まあそのぐらいかなという感じでいないというところでなんですけども、それじゃあ今はどうかということになってきますね。実はその岡山県でも今そのまあいわゆるその皆さんが憧れるようなとか実績がすごい人とかいうのがその市の単位で取ってみても私一番多いと思うんですよ。でそのあたりもちょっとこれで申し上げますけども、だって今までは少なかったけども、で皆さんこのいろんな活動拝見してましても、すごいこう前向きな取り組みなさってますしね、これから美術館もその一助となれればと思ってますので、美術館の方もどんどんいろんな年齢層ファンの方、いろんな本類がありますから、それぞれのその方を対象にした展覧会というのをまあいいサイズを持っていこうと思ってますので、一緒に瀬戸市を盛り上げていけたらと思ってます。でさっき配りました資料なんですけども、岡山県の作家出身地一覧というのがありますよね。ちょっと裏を表になってちょっと見にくいか分かりませんけど、こういう岡山県作家出身地一覧というのがあるんですけども、でこれをちょっと見ていただければと思うんです。でこれを見ますと、まず左上から岡山市、その下に倉敷市とここにあって、これがまあいわゆるその美術史に残ってる作家さんというんでしょうか、まあ江戸以降ですね、でいらっしゃるんですよ。で岡山市はまあ殿様の名前なんかもありますけども、春金だと玉堂、まあ一番まあ浦上玉堂なんでしょうけども、とか春金とか金陵とか皆さんご存知の方、まあ古い方、古い作家さんとともに、例えば真ん中辺に池田陽村というのがありますよね。で陽村先生なんかは平成になってから亡くなられた方でもありますし、その後の唐原武将だとか金子木滝四郎だとか坂田和夫、それから国吉康夫先生は今度日曜美術館でね取り上げられますけども、その作家さんだとか、こういうそうそうたるメンバーが岡山市はいらっしゃいます。で倉敷市においても、まあ、寺松国太郎さんだとか猪木久太先生だとか、まあ、残ってる方もいらっしゃると。で津山もちょっと少ないですけどもいらっしゃるけど、ずっとこう見てきまして、玉野市、笠岡市、総社市、高橋市ときて、これ全部西部なんですよね。でやっと備前市、和気町、奥町、佐船町と、このぐらいです。で東部、県の東部においてはこのぐらいの作家さんしか出てないというか非常に少ないんですよね。でその下もまた富良野町に帰るとまた西の方に行ってしまいますし、鴨方や影だとかずっと西の方に行ってしまいますということなんで、今まではまあこういう絵とかそういうものは少ないんですけど、ただ逆に小説家とかいう方は備前の出身だとかいう方は結構いらっしゃるし、昔からよく西は画家で、東は小説家だというようなその土壌がずっとあるということも、例えば備前の藤原啓先生なんかにね小説家希望だったんですけど、それがまあ峠の上だということもありまして、ですからもともとそういう措置がないことはなかったんですけどということですね。で
私なんかもそのずっと見てみて、子供の時から見て絵を見る機会がですねやっぱりなかったですね。で初めてその絵を見て感動したというか、あれが昭和41年だったと思うんですけど、あの県の文化プラザ、今の文化プラザですね、文化センター、ここへ松方コレクションというね、今東京 の西洋美術館に所蔵されていますけれども、その松方コレクションというのが全国で回ってきて岡山に来るぞと、学校から見に行けと言って行った時に、初めてそのルノワールだとかロートレックだとかそういう絵を見たんですよね。でクールだとか、でその時が初めてその本物が見れるということで頭に残ってるんですけど、その時が初めぐらいでなんですよね。で逆に言うと、例えば大原さんが西の方にありますから、見ようと思えば多分いつでは二度は小さい時から見に行ったんじゃないかと思うんですけども、そういう差がやっぱりこういうことに影響してきてるのかなとちょっと予測するんですけども、なれば西、今東の方ですね、まず見る機会を持つということでは、せっかく皆さんのご支援とご努力でね、美術館ができたんですから、一人でも多くの方にまず見ていただこう、特に子どもたちが本当小さい時からこう見てもらうと、何かしからすぐは答えが出なくても何かしか残ってるんですね。でそれがその子供が持ってる元々の感性と何かの時にピュッとこう出てくることがあるので、ですからその去年あたりから子供向けの展覧会というのを常時入れるようにしてるんですよ。でそうしますと、例えば去年なんかはトリックアートというのをやったんですけども、これなんか2万人超えるぐらいの子供来ましたね。子供ばかりじゃないんですけども、中心に来まして、すごいやっぱり何かしかこう感じてるんですね。ということで今後ともそういう活動を進めていきますので、よろしくお願いしたいと思います。で今のその西部の方を多いということをちょっと申し上げたんですけれども、今日それで瀬戸内市の出身の画家というのは、今最初画家が出てますけれども、画家の方だけでなくて陶芸家の方、この方が今実は現役ですごい話題を巻いている方がご存知のようにいらっしゃる。でこの前も伊垣さんがお話しなさったと思うんですけども、東学先生もそうですし、年齢順に行きましたね、東学先生がいらっしゃって、実は長船町出身の島村光先生という方がいらっしゃいます。それからそのちょっと上に阿部安仁先生という方がいらっしゃるしということで、黒井千佐先生、牛揚げ焼きもそうなんですけども、でいらっしゃる中で意外と名前は出てるけどもう知られてないという方が隠れ崎隆一先生という方がいらっしゃって、でこの方なんかは昭和25年生まれでいらっしゃるんですね。でそのあたりの方をちょっと今日はご紹介をしようかなと思ってます。で画家ということになってきますと、これはちょっと実は現役で今で全国に轟いているような方はちょっと今見当たらないんですよ。で、頑張ってる方ももちろんいらっしゃいますので、これからまたちょっと伸びていっていただいて、そういうふうに成長していただくことを願うばかりなんですけども、ということで今日ちょっと進めさせていただくんですが、その前に今配りましたですね、何枚かありますけども、この芸術というかこういう中がどういうふうなことになったのかということをちょっと最初に知ってるようで知らないようなところがありますので、最初文化勲章受章者にこの紙がありますね、日本美術院というこの紙をちょっと触れていただけますか。でいろんなその表彰されたりするときに、よく皇居の前で5、6人がいつも皇居のところで記念撮影して文化勲章の受賞 の記念撮影というのがよく新聞に出ると思うんですけども、いろんな方が賞がある中でやっぱり最高はこの文化勲章ということになります。でこれはもちろんその画家とかいうだけでなくて、いろんな分野の中からこう選ばれるんですが、それがその昭和12年にこの制度ができたということで、文化勲章というのはこれちょっと岡山関係をちょっと見ていきますとですね、一番古い方で文化勲章を取った方は岡山県関係では、1962年の平口伝中先生という方がいらっしゃいますね。この方は茨城の伝中記念館がある方ですけども、でその次ということになりますと1976年の小野蟄居先生で、この方も笠岡と、
でその次が池田洋尊先生1987年ということで3人もブックなさってますけどもいらっしゃるということで、最近、2013年おととしですか久しぶりに岡山県から高木清国先生がその分野で取られたということでこれだけある中で岡山関係4人しかいないんですよね。ですからそのぐらい大変な大きい賞だということになります。それからその下には文化功労者というのがありますけどこれはまあその後も昭和26年に制度的に文化の功労をされている方をということで表彰されるようになったんですけどもこれの中で見てますとねドナルド・キーンさんという外人の方の日本文化とこれすごい詳しい方でよくテレビでも出てますけどもこういう方もこれ文化勲章の功労者も取られたりしてるんですけどねそういうことがいらっしゃるというので、まあ、例えば水木しげるさんもいらっしゃったりねいろんな分野の方がいらっしゃる。で美術の方では何かと話題の草間彌生先生とかねいらっしゃってで例えばこの前秋に瀬戸内で展覧会しました奥田彩芽先生も2008年に功労者を取られてますね。なられてますね。で、まあなられて久しいんで多分次文化勲章を取られるんじゃないかと思いますけどそういうその大変な方をこの前ちょっとさせていただいたんですけどということです。それからあとは身近な話題では日本美術院ということで岡山では毎年正月に認定というのが来ますということで日本美術院というのは、まあ、どういうそれじゃグループかというのを日展という言葉とか院展という言葉とかいろいろ聞かれると思うんですけども日展というのはなかなか岡山県に来ないんですよね。でこれはもう岡山県だけの話じゃなくてまあ、実は最大の問題はお金なんです。すごいお金がかかるということでなかなかしたいんですけども、まあ、できないということじゃないかと思うんですけどその点院展というのは日本画だけの分野ですからでただ秋に東京の上野を出発してそれから全国をずっと回っていきます。で岡山はたまたまお正月に来ることもあって全国で2番目ぐらい入館者が多い展覧会でもうなんかお正月の風物詩となってますけどもでこの美術院というのは1898年、明治9年ですか明治29年ですか頃ですか当時江戸が終わって明治になった時にもう時代が変わりましたね。でそれで一つは洋風文化を外国を取り入れないかんということで工部美術学校というところができてどん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 洋風化していくんですよね。でそうなるとそれまでその日本のいい面がこれでいいんだろうかということからその日本美術院というのが出てきて岡倉天心のね提案で出てきてでそういう考えをそのまま継ぐということで正式に日本美術院というのが、まあ、明治29年頃できたということになります。 ですからすごい歴史が長いんですね。で今年が最高の100回展ということで記念の展覧会になってます。ですから大きいです。でそれは100回というのは100年でなくて例えば戦時中の昭和19年とか20年その辺は中心になってますから回数と年数とは一致はしないんですけども今年はまあ非常に大きい展覧会だと思いますね。でその院展というのが今年その瀬戸内市にちょっと関係しますのがこれが美術年間をちょっとこれコピー今年はねしてきたんですけども、まあ、一番上には松尾俊夫先生という方が去年ですとか文化勲章を取られて頭とヘッドとしていらっしゃいますけどもずっと美術院だけは同人という言葉を使いません。これは美術院だけなんですけども、まあ、会社で言えば役員さんみたいな感じですけどもでそっといらっしゃる中に一番左にちょっとページが変わって端になって恐縮なんですけど井出康人先生という方がいらっしゃるでしょう。でこの方がそこの牛窓に住まれていらっしゃる方です。でご出身は福岡なんですけども今倉敷芸科大学の教授されてもともと倉敷に住まれてたんですけども7、8年前でしたかこっちへ引っ越ししてこられまして今牛窓のイルマーレホテルからちょっと岬に降りた
ところの、まあ、一番いい景色 の, あのところにあの今日構えられて今活躍なさってましてね。でその院展の導人の方がいらっしゃるということ、これ大変なことなんですよ。ですから今その私がその、まあ、せっかくそういうご縁があのできたのでぜひですね瀬戸内市のために貢献してくださいということで、今ちょっとさっき申し上げてましたように子どもたちにねなんとかその小さい時からその感性を磨いてほしいということで、まあ、実は来年の4月からあの毎月子ども講座というのをちょっと美術館で開いてもらえませんかということを今ちょっと申し込んでます。でこれちょっと経費のことがあるんで村上さんがいらっしゃるんでよう頼まれないんですけども、ちょっとどうなるか分かりませんけど一応毎月頼むように今やってますので、これこういう方に教えてもらうということは大変なことなんですよ。ですからそういうことを子どもたちが思った上で習うということはね、憧れの方にやっぱり習うということがすごい効くんですよ。ですからそういうことの才能が、まあ、何十年後でも20年後でもいいんですけども出てくるのはこれは夢だなと思ってます。でそのためにちょっとこれをこの表をちょっとコピーしたんですけどね。で院展の方で皆さんお正月に手前でご覧になったと思うんですけども、例えばその6人目ぐらいに田淵俊夫先生だとか、いらっしゃいますね。この方なんかが今新見の方に新見市が招聘して夏にいつも講座を開かれています。だから島田義官先生という方が真ん中辺にいらっしゃるんですけど、この方が倉敷の芸科大学の教授なさったりしてちょっと体をちょっと今悪くされて体感なさったかな、いうぐらいからですけどそういう方がいらっしゃる。それから今度左の方行きますと手塚雄二先生だとか宮迫正明先生、それから下の方へ降りると西田俊也先生という方がいらっしゃる。でこの辺りがまあその院展の、まあ、人気作家ですよね。よろしく皆さんが注目されてすごいいい絵で、まあ、感動されるなということなんで、実は来年の3月4月に今の手塚宮迫西田俊也この3人の大作をもう100号以上の大作をお借りして今美術館の方でやるように今交渉しております。ぜひこれ見どころがたくさんありますし迫力を感じていただけたらなと思っていますが、よろしくお願いしたいと思っています。それからもうあと一層のことをちょっと団体変遷表有ちょっとこれがありますけどこれもちょっと見ていただきましょうか。でこれが日本画と洋画の今ちょっと申し上げましたけどそことダブってますけど、例えば日本画の方の団体変遷表というのがありますけども、この一番左の端の方に東京美術学校というのがありますよね。でこれがもともとのさっき の, その洋風が入ってきた時に日本のものも大事にせないかんじゃないかということで東京天心なんかの考えにつながっていくところなんですけども、それで真ん中辺に日本美術院というのがありますよね。これが岡村天心で最初にスタートしたということです。でそれが未だにずっと続いていってるということになっています。でそうしますとね、今度はその 外国のものも取り入れる日本のものも重要なという両方の考え方がやっぱり並立していくようになりますと、やっぱり芸術家の方の中ではねなかなか一致しないんですよね。でもともとその芸術家の方というのは自己主張というか自分の思いというのをこう表現されますから、それでなかなかこうまとまらなかったものをこれはもう政府がですね温度を取って一つの大きいグループをみんなが参加できるグループを作ろうじゃないかということで出来上がったのが日展ということになります。でそれが真ん中に文部省美術展覧会と書いてあると思うんですけども、でこれが今の日展にずっとつながっていってるという大きい流れになってきます。でそれから左の方の洋画の方も見ていただけたらと思うんですが、松岡久志先生という方岡山出身の方がいらっしゃって、これ巨匠なんですけど、この方のお父さんが虫上げの出身です。そこが瀬戸内のってつながってるんですけども、でその松岡さんなんかが明治の非常にこう最初の頃にこれも日本に轟く代表的な方だったんですけども、その辺のその左の方に神戸美術学校というのが今上の方に1876年であると思うんですが、でそれがさっき申し上げた外国の文化を取り入れようという流れの中で、その真下の方へ白馬会というのがあって、これが黒田清輝だとかいうことで向こうのその外交は光を取り入れるような動きということにつながっていくグループになってきます。でここもその太平洋画界白馬界とか、まあ、ちょっとこう相対立するような違う流れが真ん中の辺でその文部省の展覧会ここで一つまとまって大きい展覧会になっていくということになります。
これは大きい流れですけど、ただ今申し上げたようにそれが行くんですけども、なかなか主張はやっぱり違いますから、何回もその組織を変えるんですよ、名前が変わっていくんですよ。ということで何回もこう変わっていると思うんですけども、ちょっと揉めて揉めて変わっていくということになってきます。それからあと残った1枚 の、 日本工芸会というのを書いてるんですね。でこの紙はちょっと工芸関係のことをちょっと申し上げておこうと思ってまして、それが今回の東郷先生とかその辺につながっていきますので、伝統工芸だとか今県立美術館でこの前もありましたけども、全国の伝統的な焼き物を並べる展覧会が必ずありますよ、県の美術館でね。でその時に人間国宝という言葉が出てくると思うんですけども、人間国宝というのは正式には重要無形文化財という名前です。でこれが通称人間国宝ということで、それぞれの伝統的な技術を守って次の時代に継いでいく人という大きな考え方があるんですが、それが今の日本の工芸界という表で言ってみますとですね、鈴木治先生から始まってずっと左の方へ今泉今右衛門先生という方がいらっしゃると思うんですが、この辺りまでが人間国宝と言われる方です。で中で備前の方では伊勢崎淳先生という方がいらっしゃると思うんですが、この方が今備前の、人間国宝ということになっているということになります。でこれがいわゆる伝統をその引き継ぐというのが基本的なラインにある考え方 の、 責任者というかトップという考えですが、それと同じ比重を持ってですね、左の方に日本陶磁協会賞というのがあるんです。でこれもこれ人間国宝に大人 の、 地位 の、 皆さんが欲しい、どうしてもこれは最大の名誉だと言われる賞なんですけども、でこれは昭和29年から始まってまして、さっき の、 人間国宝賞は30年から始まってますから、大体同じぐらいの歴史があるんですが、日本陶磁協会賞というのは日本 の、 そのいわゆるそういうその関係者のトップのあたりの方が公平に見て日本で一番この年に活躍した人ということで、もともと一人を選ぼうということからスタートしたんですが、まあ、2人ぐらいからスタートしてますけども、ありますと。でその中で岡山県関係をちょっと言ってみますと、昭和36年に藤原健さん、それから41年に藤原優さん、それから43年に東岳さん、それから真ん中の行で54年に道明先生、それからずっと下の方行きまして金杉光介先生、それから隠崎隆一先生、これ一番下なんですけどね。で今度は右の方行きますと4番5番目ぐらいに原田修六先生、それからその4行後に森東岳先生が再び括弧して金賞ということになってます。でこの金賞というのは取った方の中でその後もずっと活躍を続けられてすごい成績というかいろんな実績が残されたということで特別表彰ということで表彰されています。ですから東郷先生はその金賞ですからこれすごい賞ですよねということで、そのすぐ下に金杉雄峰先生がいらっしゃいますが、でそれから一番下に今回この瀬戸内市 の、 隠れ崎隆一先生が、まあ、金賞を取ったということで、その金賞受賞者がこの2人もいる市って多分ない、まあ、ちょっと調べないと分かりませんけど多分そんなないと思いますというぐらい、ですからその瀬戸内市にとってはそういう方がいらっしゃるんだということをまず知っていただくと同時に、で今日はそういう方がまあそれではどういう仕事をなさっているのかということもちょっとこれからご紹介をしていこうかなと思ってますのでよろしくお願いします。それからそれじゃあちょっとパワーポイントの方にちょっと画像の方行ってみますけども、まず今現存ではそのなかなか画家という方の目立つ方はなかなかいらっしゃらないんですが、過去はどうかということにとってみますと、ずっと名前だけ皆さんご存知かも分かりませんけど柴田義藤先生という方がいらっしゃるんです。でこの義藤先生という方は、これ書いてますけど1780年ですからもう江戸の末期の方ですよねの頃です。でその知里見の出身でお父さんは奥軍の本庄の出身ということです。で松村御春に学ぶということで、松村御春というのは丸山四条派という、まあ、丸山応挙なんかの、まあ、ちょっと後ですけども、大体同じぐらいの時代の、まあ、写実というかそれにちょっと感情を入れるというのが、まあ、四条派の方でしょうけども、
そういう考え、考えですね、を学んだ方ということで、その当時の画壇ではね、こういうふうに言われてたということで、家長は慶文、慶文というのは御春さん の異謀音ですかね、異謀帝ですかね、ということです。だから家長を描かしたら慶文さんで、山水を描かしたら豊彦さん、この豊彦という方は岡本豊彦といって、これも岡山の方です、この方も豊彦で、人物を描かしたら義藤だというぐらい、その名前が響いてましたということで、その当時はもうこの地区からそういう人もやっぱ出てたということですよね。で、まあ淡い色調と繊細な筆致が特色だということで、例えばこれが蓮台寺にある鹿の絵ですけどね、これ見ても分かりますように、もう忠実な写真、写実がやっぱりベースになってますよね。ということで、ですからこの時代というのが、まあ江戸ですからね、まあ、それでも今蓮台寺に残ってますからまあいいんですけども、あんまり点数はないんです。ところが、まあ、県の美術館だとか県の博物館には何点かやっぱり残ってますので、その辺のことをちょっと申し上げますと、これが群仙図ということで、まあ、上下にこうなってますけど、これ左右をちょっと表これ大きくするためにこういうふうに並べてるんですけども、このどうですか、その達者な筆致ですよね、非常に繊細な描き方と、やはり人物を描かせたら義藤だなというのが分かると思うんですが、1811年ということです。だから1811年というのは文政の頃だと思うんですけども、で時代的にこの時代というのは、その例えばどういう人がいたかということになってくると、歌麿なんかがちょっとの後の辺かなというぐらいでしょうかね。面白い比較しますとね、1811年というのはヨーロッパの方ではあれですよ、ナポレオンの頃ですね。だからフランス革命が起こって、その後の方でまだセントヘレナに流される前みたいな感じの時代ですよね。ということはちょうど作曲家で言えばベートーベンが英雄を作ったナポレオンの頃ですから、だからそういう時代に義藤さんというのはそういう時代に来てなかったというふうな比較もできると思うんですけど、ということですね。それからその次が、これが県立美術館が持っている三四画集図ということで、ちょっとこう見にくいかも分かりませんけど、これも人物がすごいたくさんこうありますよということですね。1800、これも11年ということです。龍印は人物図ということで、柳の影にその人物と馬がいるというこういう意味だと思うんですけども、ちょっと見にくいかも分かりませんけども、これ軸なんでちょっと大きくできないんで、ですね、こういう作品。それからこれは年代がちょっとはっきりしないということだったんですけども、これも騎馬人物図ということで、特にまあ人物ばっかりこう今流れてきていますけども、代表作として残っているのがやっぱりそういうものが残っているんですね。ですから当時としても残すというのはそういう代表作を残せるなということだと思うんですが、これが義女図ですね。文政11年ということで、35歳の時の作品というのは、この方は非常に早く亡くなってますから、もう35歳といってもその後の方ということで、これは倉敷の豪商の水沢伊左衛門さんの依頼で書かれたということが残っています。でそれで、まあ、雷三葉が三詩を書いていますし、ちょっとその辺との、まあ、交流もあったんだなということが分かると思うんですけど、まあ、これなんかすごいこう当時の、まあ、前今はちょっと描けないでしょうね、こういう線の絵というのは、うん、これをちょっと大きくしたところですけども、で義女ということですから、まあ、吉原かどこかの、その女性をちょっと気高くというふうな感じで描いてるなというふうなことだと思います。それから今度はもう一人、東原芳泉さんということで、この方は1886年生まれで、1972年ですから昭和47年まで生きていた方と、50何年前に亡くなっているといったんですけども、でこの方は
あの備前の福岡の呉服屋の、まあ、次男として生まれるということで、明治43年頃に西方門下になったというか、当時はその西方というのは、まあ、東の大観西の西方ということでもう御大ですから、で今はあの特にその東京画壇の方が圧倒的に今勢力はあるんですが、当時はもう京都と東京というのは同じ比重というぐらい、あの京都の方に勢いだったという時ですから、その時にその西方に習ったということですから、あの大変なあの実力を身につけられることになったと思うんですけども、で大正4年に文天に初入選で、無関差まで行ったということで、課長図を得意として、まあ西方門下の秀才と称されたということで、例えばこの次のこの鶴の図ですね。でこれなんかあの、まあ、この鶴自体もそうなんですけど、私なんかはその下のこの草というか、あのこの表現が描き方がもう西方そっくりだなという気がするんですけども、あのもちろんその鶴の形態と あれもそうでしたけど、なんかちょっと絵の具のこの塗り方を見てみましたら、やっぱ あの指定関係というか、それがもうなんか本当にはっきり今と違って、あの、まあ、本当に教えを守ってというような感じ の時代だったんだなということがちょっと分かると思うんですけども、でこれなんかは一番代表的な宝泉さん の作品だと思うんですけども、この前もちょっと私も あそこの湯の郷の、皮膚の里というかね、温泉があるんですけど、そこへちょっと用事が行ったら、なんとその入り口のところへかかってるんですよ、宝泉さんの絵が。でこういうやっぱ代表的なやっぱ絵だったですね。で代表的なので今度その時貸してくださいということで言って帰ったんですけども、やっぱ嬉しいですね。そういうところ行ってもこういう作品、このぐらいの作品見えるということは嬉しいと思うんですけど、まあ、もし旧の里行かれたらかかってますので、ぜひ見てください。それからこれですね、これは軸のものですけども、ちょっと見にくいかもしれませんけども、一応代表的な作品で、これ横にしたらこういう感じですね。はい、あります。それからこれがまあ今のその今までの亡くなられて読化された作家さんということで、それで久しぶりにその今エースが出てきたなというのがこの井出先生ということです。で井出先生は今度の月曜日のですね、4日後ぐらいの月曜日の1時半に山陽新聞のサンタホールで自分の絵がこうやってできたんだという講座を持たれます。ですからもしご興味の方は絵の具だとか視察だとか全部使ってお説明されますので、もしよろしければご覧になられたと思うんですけど、この方はちょっと説明してご紹介しておきますと、昭和37年生まれということですから、50ちょっとぐらいですかねということで、福岡の出身で今は牛本に住まれていると。で師匠が平山一方先生であるということ で今その同人になったというのが、やっぱり同人になるためにはやっぱりある程度 その実績というか、まあ、みんなが考えてさすがだなということを残さないとなれないんですけども、ちょうどその初入選はまあこういうことなんですけど、その次の日本美術院賞の大鑑賞ですね。で大鑑賞というのはめった取れません。でこれをその平成21年と25年にこの2回取ってるんですね。ということで、それでまあ、それも認められて、ですからこのさっきの日本画家のこの表なんか見てもね、上の方の方って大体大鑑賞2回とかになってますよ。で取ったから2回取ったからなるというのでもないんですけど、ただその辺が僕そういうやっぱりある意味のなんか基準があるのかなと思ったりします。ですから大鑑賞というのは例えばインテの会場行きましても1点か2点しかないと思います。でそれをまあまだ若いですから、しかもこう2回取ってるということになりますね。それで、現職は、まあ、倉敷芸科大学の教授ということで、多分この次は倉敷、まあ、芸科もそうですけど、次は多分、まあ、愛知とか東京とかそういうところの大きい大学のに引っ張られて、多分ちょっと経験を積んで、でまた帰ってこられる、まあ、そういう感じになるんじゃないかなとちょっと予測はしてるんですけども、でもうすでに今卒業制作がサランド・プランタン賞と振りましたりですね、あとまあ天津記念茨城賞、彫刻の森美術館賞という、まあ、こういういろんな賞をもうすでに取ってます。で
瀬戸内美術館では、再来年この方の総合展今やります。でコレクターの方をずっと調査してるんですけども、本当にね多くの美術館に入ってるんですよ。ですからすでにそういうところがもう買い上げを今してるなと、着実に。それからやっぱりどうしても扱いたいんだというご老も増えてきてますし、ということでこの方が将来とも瀬戸内を引っ張っていって大きい文化の向上に貢献していただくことを願うばかりですけども、これからそういう目でこの方の見ていただければと思っています。で例えばこれがちょっとこれが10年ほど前の作品ですけども、これがちょっと拡大したところですね。でよく女性をこう3人こう並べる場合には三美人図みたいな感じのが昔からあるんですよ。で例えばルネサンスの頃にロッテチルリの春という真ん中に美女がおって、その横に3人ラフがいるようなその組み合わせですよね。ですからそれもこれも真ん中の方へみんな向かうケース、それからこういうふうに外へ向かうケースとか、いろんな構図が取りやすいんだと思うんですけども、そういうテーマでこれ作られてて、でよく見ると真ん中 の, 衣装が結構派手、それから左右がちょっとそれに対しても奥ですからちょっと地味になってるんですけども、左が模様で右がこうラインというかストライプというかその組み合わせでうまいようにこう組み合わされてるなという気がするんですけども、でこの出てきこれはですね、こういう花とかそういうものも珍しく出してみようということで出されたそうですけども、これはちょっと珍しいんです。でこれが外務大臣賞を実は取った作品なんですけど、単純に見えますけども、ずっと本当これ拡大していけば分かるんですけど、すごいこまめに中立に絵の具をこう重ねておられますということです。でこれ時空層仕上げですから、非常に珍しいんですけども、でこれなんかが、この方の代表的な色使いというかなんですけども、これ幻想エコーツと読むそうです。幻想エコーツということで、ちょっとこううつむいてずっと見るとなんか魚が泳いでますし、上にキツネかなんか犬かのようなものがいますし、よく見ると右のお月様もですね、ちょっとこれ三日月かと思うんですけどちょっとずれてるんですよね。ですからちょっとこう移動してるというところが、同じ三日月じゃなくてちょっと移動してると私はこれ見てるんですけども、移ろいというか、それがこの方の大きいテーマになってますので、その一環かなというふうに思ってます。でこの方の場合はこういう次の、いやね、これが大鑑賞を取った作品なんです。今のでこれはもう見るからに明暗がはっきりしてますし、非常にこうベース、この人のベースの色も使ってますけども、ちょうどこの出てくる女性がジャワ、女性なんですね。それで特にね、やっぱり日本の昭和30年代40年代の素朴なところがやっぱりまだ残ってるそうです。でそれにちょうどこの方が取材旅行で行った時に、地元のその踊り、民族舞踊ですよね、それをしてる当時10歳の女の子がいたと。でそうするとなんかそういう時代の日本でいうその時代のを想定すればいいんですけど、手代がないんですよね。ですからその何もその自分 の, その作為がないその仕草が本当に神様のように生まれたということから、それがこの方 の, 運命を決めるような出会いになってます。それからもうずっとその10歳の時から未だにずっとその方の成長とともに取材として基本的に取り組まれてまして、ですから井出先生は毎年ね、なんか2ヶ月か3ヶ月ぐらい行かれるんですよ、ずっと向こうへ。でずっと向こう行かれて、そこ の, 雰囲気に浸って、それでその雰囲気を自分でこうそうしないと描けないということなんで、だから絵がある意味の一貫性、絵の具についても色につきましても大体同じような雰囲気の作品になってるんですけど、この作品なんか大きい作品ですから、これはもう大鑑賞にふさわしい作品じゃないかなと思ってます。2009年ですから、6年前ですね。でその次はこれ記憶のない花ということで、これはちょっと見にくいかも分かりませんけども、お母さんが子供を抱いてるような絵なんですけど、周りにずっとこう花びらが
こう散ってると思うんですが、これは私が聞きましたら、奥様と子供さんでいたそうです。自分の一家 の, ある風景を描いたんだということを言われていました。それからこの次はこれですね。これが百花誰のために開くという、これも大観賞で、さっきのからも4年後にまた再び大観賞を取ったということで、でこれ後ろにいるのが私これなんか牛かなんかなということで聞いてみましたらね、ちょうど向こうの張り子だそうですよ。出しというか、じゃあ自宅ね。で結局その向こうのお葬式ってやっぱり仮装されるらしいんですよ。で仮装するときにこの出しのその背中の部分、そこの辺にまあ遺体を置いて仮装するということで、その移り変わりというんですかね、その花というのは儚いものですから、それを散りばめることによって、まあ、死とこう結びつけたというか、そういうふうな作品ということで、これはもう本当に秀作だと思いますね。それからその後の年がまあこれだったということで、今の女性を真正面からこう、さっき の, その10歳から言うともうやっぱりこう大きくなってますね。でこれが多分 3,4 年前の作品じゃないかと思うんですけども、もう大きくなった女性ですけど、まあ基本的には同じこの方の角ラインということです。それで今年 の, その100年ですね、100年が落胆ということで、この方は同人になって初めて作品を出されていますということで、100回記念ということで、この方も同人になって最初ですから力がすごい入ってましてね、ちょっと見にくいかも分かりませんけど、100回ということでその印展をこれまで立ち上げてすごいこう引っ張ってこられた、まず一人は岡倉天心先生、それから横山大観先生、それから自分の師匠の平山郁夫先生という方を、顔をねこの画面の上の方よく見るとあるんですよ。右の上の方にねあるんですね。ちょっと分かりませんかね、分かりにくいかも分かりませんけど、私もここで見ても分かりにくいんですけど、この辺に平山先生の顔があるんですよ。それからその向こうの方へ天心先生、それからその三角形した下の辺に大観先生のことが対してます。もし見られたい方は画集がありますので、あとからそれを見れば大体分かってきます、うん、であとはこれがその症状、これはちょっと商品なんですけどね、普段の1スナップを書いたというものです。こういう作品で、これがちょっと夢が咲くということで、こういう作品、それから夢、松花というこれも作品、商品作品ですね。ジャワ行かれた方ってよくそういうことを言われるんですよ。また別の作家さんですけど、あそこは影絵があるんですね、民族 の, そういう文化として、でその影絵に影響される方、地元 の, そういう民話とかそういうことが そこで上演されるらしいんですけども、それにすごい影響された方でもという方が他の方もいらっしゃいま す, です、ね、それがこれがちょっと大人びた、この作品なんかはちょっとカーテンをこう首にこう回してるところが、例えば腕右手 の, その腕の角度と、それから左手の角度をそのカーテンで隠してる部分、この辺のバランスがすごい面白いなと思うんですけども、こういう作品ということですね。で今のがその瀬戸内 の, その過去の作家さんと今の井出先生という流れになってきます。で今度はその焼き物の方でそれでどうかということで、焼き物歴史を見てみますとね、すごい時代を変える方というのがやっぱ出てくる、来てるんですよ。例えば備前焼きなんかを見てましても、金重東洋先生というね、この方も皆さんご存知だと思うんですが、この方が茶刀を中心に広めて、最初細工物をしてたんですけども、行かれたと。でずっとそれを言ってた時に昭和の42年に亡くなるんですよ、その豊先生は。で亡くなられて、これはもう大きい時代がこう終わったなと皆さん言ってた時に、実は東岳先生が昭和44年東京の方で彗星のことを出てきます。で44年というのは東岳先生は昭和12年生まれですから32歳ぐらいですかね、ぐらいなんですよ。でその頃に
岡山ではまだ個展を全然してないんですよ。それが東京でしたらすごいそこでブレイクしましたね。で44年5年6年という3年間あの大きい展覧会するんですけども、それがあのもう一躍を東京であの名を馳せまして、その時にもすでにその東京の国立近代美術館なんかがその作品を買い上げたりしてるんですよ。それとともにあのさっき申し上げた日本陶磁協会賞、これも30のそこそこで実は取ってるんですよ。でそれがその東洋先生が亡くなってみんなしょぼんとしてる時に次の時代としてこの方が出てきたということが大きい、これ流れが変わりました。でそれが昭和40年代の前半の頃ですよね。でそうするとそれでまあ東郷先生は、それがまたちょっと申し上げますけども、東郷先生はそう出てきて、まあ、後々大釜の方に行くんですが、そうしてましたら、今度昭和50年代、それからまあ10年経った頃に、備前焼というのは普通はあの花入れだとかね、壺だとかね、そういうものにイメージがあったんですよ。ところが、あの東京 の, あの芸大の東京芸術大学 の, あの彫刻家を出た、東洋先生の三男ですね、金杉光介さんという方、この方があのオブジェを作り出したんですよ。であの非常にこう伝統的なところですから、なかなか新しいことをしにくい土壌があるんですけど、それを思い切ってあのやられました。でそれちょっと後から画像を見せますけども、でそれでまた流れがですね、東郷先生の流れとともに今度光介先生のそのオブジェの流れというのが出てきたんですよ。でそれでしばらく50年代が今度行ってましたら、昭和60年代で平成が変わろうかなという頃に、今度また全然違うデザインをちょっとメインにした、流れを作ったのがあの隠れ崎先生ということで、大きい流れはそういうことがあるんですよ。で残念ながらその平成になってからその流れ、次を新しい流れがなかなか出てこないん で, でそれがまあ今の備前焼のちょっと低迷になってるんですけども、でそのうちの今申し上げた2人がやっぱり瀬戸内市の出身の方ですから、いかにそういう思い切った仕事をする方というのは非常に貴重なものですから、そういうことをご紹介していきますけれども、それと同じように今備前焼の例をちょっと申し上げましたけれども、全国の古い家あの鎌場でも同じことが起こってます。それでここからは何人かその時代の流れを変えた作家ということをちょっと申し上げたいと思うんですが、例えばこの作品ですよね。この作品は大体皆さん分かりますかね。民芸ですね。民芸のよくあのテレビでこういう素地に亀に釉薬があるものを柄杓ですくって皿にこうファーッとこうかけるだけでこれどうだという作品のシーンを見られたことがあると思うんですが、浜田庄司先生がそれも一つの芸術だというふうに、美よりも用というかね、用をどっちかというとメインにした素朴でも使うものをやっぱり作らないかんという考え方ですね。でそういう方が出てきた、これがその浜田庄司先生のまあ一つの代表作なんですけども、旗から見ると柄杓でかけたがこれがどうなったという話なんですけど、それがその経験でこういう様になるものですぐできるというね、ことなんですけど、その民芸というのがその栃木県の益子市で、これもそうですけど、あとこのピッチャーもそうですね。でこれもそのどこといってすごい凝った作品でもないんですけども、これが普通 の, その生活の中に入り込んだ用 の, の部分の作品だということで出てくるんですけども、こういうその栃木県の益子は民芸の町ということだったんです。ところがその流れを変えてきたのが鴨田庄司という人がいます。でこれが実はあとその森東学先生のもう本当の最大のライバルになってくるんですけども、この方がそれはどういう仕事をしてたかということで、今の民芸だったのにですね、これはまだ若い時ですけども、これがさっき私が昭和44年に東郷先生が一躍注目されたと申し上げたんですが、その時にこれ鴨田庄司さんと一緒にした展覧会の出品作なんです。でこの時に東郷先生が日本陶磁協会賞にも取られています。でこれが画期的な展覧会だったんですが、その時の出品作はまず一つがこれ、その次にこういう作品、民芸の釜場ですね、こういうものが果たしてこう民芸かどうかとよりも、ですからその使うというよりも見る方の美の方の作品になってくるんですね。でもう一つこの皿ですね。でこの皿がちょっと見にくいかも分かりませんが、模様がすごいあるんですよ。でこの模様が非常にこのモダンな模様ということで、ヨーロッパにクレーというね、抽象のまあ
なんか神様みたいな人がいるんですが、その人の影響が出たような大皿を作ったと。これが三人展、もう一人、まあ、実は江崎先生という方がいらっしゃるんですが、基本的には東極先生と、まあ、庄司先生との最大 の実力がこうぶつかり合った展覧会だったんですけど、これは44年の話ですよ。でその次の45年になってくると、今度またこの波状の作品を作ってきて、これどう見てもこれ民芸じゃないだろうという話なんですよね。ですが皆さんがこのようではないけども、この美というのに見せられてしまったんです。でこれで今度は鴨田庄司という名前が出てくるんですね。これもそうです。これも昭和45年で東岡さんと一緒にの時の作品ですね。でこれもそうです。で今度はその線だったのがだんだん年を重ねてくると、こういう作品に変わってきます。でこういう作品ですね。ちょっと早くいきますけど、こういうのをどん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 毎年のようにこう変えてくるんですよ。新しい表現ですよね。ですからこういうものは別にそのこれを水を入れなくても、置くだけでその存在感ということがあるということですね。これだけでも美を感じるというこういうものなんですね。この模様なんかでも単純に見えますけども、このバランスというのがなかなかできないのなんですね。これなんかがまあ今あの、まあ、お金のことを言ったらなんですけど、市場ではものすごい評価が今ついてる、ちょっと想像がつかないような、取引されるようなものになってます。この辺り時代のでこれなんかはその彫刻削るというか、削ってそこに土に顔料を のめり込ませて、でその色を発するということですね。でこういうそのデザイン力、まあ、今の時代がもうデザイン全盛と言われてますけども、その先駆けみたいな仕事をされたのがこの方ですね。こういう作品です。で昭和47、8年にもう50何年前にこういう仕事をされてるんですから、で今も全くこれ色あせてないと、誰が見てもそれこれすごい新鮮ですよね。でそういう仕事、これ昭和48年、でこの頃からちょっと模様がブルーが結構増えてくるんですね。昭和50年、51年、でこの辺からは青になってきます。こういう模様でも非常に新鮮ですよね。こういう作品ですね。それが今度は細かく線状の模様になってきます。これ全部こう色を違えて細かく土の中に顔料を入れてやってると、すごい手間がかかるんですよね。でこういう作品、でこの方も若くして亡くなります。この辺がもう最後の辺に今だんだんなってますけども、ちょっと白血病になって若くして亡くなるんです。でちょうど昭和55年、この頃に東角先生は今度はその相生で大鴨をやってたんですね。ですから道がライバルですけど分かれましたけども、でその時にこの鴨田先生が、この辺がもう最後の辺ですね、最後の作品となっています。で今のが益子の話をちょっとさせてもらいますけど、そういう伝統的なところにも新しい人が出てきたと。でもう一つは今度はここに近くの萩焼ですね、萩焼のところにも時代を変える方が出てきたということで、この三輪隆作さんということなんですけど、この作品は人間国宝の三輪久雪先生という方、この前亡くなりましたけどね。でその方の作品で代表的な、これが萩といえばお茶碗という感じでこういう作品なんですが、その萩焼の市場分野にですね、その今作ったお茶碗の長男の三輪隆作さんという、この方が今12代継いでますけども、この方がこういうものを作ってたんです。水差し、これ水差しなんですね。でこれは普通のお茶会ではまあ普通はちょっと使えないですよね。ですけどこの存在感だけでもすごい、こう置いとくだけでもなんかすごいこう迫力があるし、訴えるものがあるということで、水差しを作らせてもこういうもので、蓋物を作らせてもこういうもの、今まで全くなかったものですね。でちょうどシェイクスピアのね、雪が溶けるときに
と雪が溶けるときにあの白さというのはどこに行ったんだという言葉があるんですけど、それにこの方すごい感化されましてね、その白ということにすごいこだわったんですよ。ですからずっともともと萩焼きは白なんですけど、バビー油というちょっとこう黄土色みたいなのもあるんですけど、特にこの白の萩にあの薬にこだわって作りました。これ二物で、これがお皿ですね。お皿でもここへ花をちょっと立体でこうあの追加する、この線にしても普通の線でなくてちょっとあの太い線をつけて、こういうで、これでもそ の, あの皿がこうとちぎれてるんですね。これあの破れ家墓という名前つけてますけど、ちぎるんですね。ですからこれはあの全く普通通りでなくて、それがまあ見せるための、まあ、作品というか。で今度はその牡蠣にして、これ牡蠣です。でこれ牡蠣で、これこの上にこれ花いけるんですよね。ですからちょっと普通の花をちょっと置いただけではどう見てもこれなかなか難しい。で本当はこれは牡蠣ですけども、これだけで花を生きる人は逆に少ないと思うんです。でそういうふうなあの考え方で作る。でこれが牡蠣、これなんかこう羽ばたいてるような、もうこれだけで置くだけでなんかこう場がなんかこうものすごい存在感が出てきますけど、でこの辺牡蠣ですね。こんなところです。こういう作品です。でこの方はまだ昭和15年生まれですから、でこの方がそのお茶碗を作ってるね、これをその方のお茶碗なんですけども、これ老梅という銘がついてるんですけど、この胴体、胴の部分のこのえぐり方って言うんですか、これ果たして持った時にどういう感じかなと思うんですけども、ただ置いとくだけでも見せるお茶碗と、もちろんその入れて飲んでもいいんですけども、これだけでこの良作さんの作品だなということが分かるんですね。この斜線にこうずっと長いこう切れ目というか、あれを入れてる、えぐりを入れてるというのも初めてですよ。これだけの豪快さというのは。でこれがあの初咲き茶碗ということで、これがこの方が作った最初の辺 の, あの茶碗なんですけど、普通お茶碗ってこのもうちょっとこう滑らかですね、飲むところが、まあ、5つのこう山はあるんですけども、それをこれで明確に花の形として作ったという。しかもこれ真っ白ですから、お抹茶がすごい映えますよね。でこの花手桶にしましても、こっちをこうなんかえぐり取ったようなこう男伸びてるような感じですね。こうした。で今度はその今のが萩焼き、流れを変えた方という方です。でもう一つは今度はこの日本の焼き物というと、どうしても瀬戸とかね、多治見がどうしても中心地という考え方で、やっぱり篠焼きだとか織部焼きだとかやっぱいうところがあるんですが、そういうお膝元で天目茶碗というのに取り組んだ方がいらっしゃって、でこれはもうその方へ足を突っ込むともう一生費やすいぐらいのね、もう食っていけないというふうな、誰もなかなか難しすぎて取り組まないんですが、世界に3つしかないという曜変天目という、これ世界の手法がありますよね。で静嘉堂というその東京の文庫を持っている曜変天目というのが、これ世界最高作とされているんですけども、その世界に3つしかないその曜変天目が3つとも実は日本にあります。でその中の一番いいのが、まあ、そこの静嘉堂にあるんですけども、その再現をですね1200年頃に作られたものと言われているんです。それをその再現しようと過去の 何百人の人がチャレンジしたんですが、なかなかそれが再現できないんですよね。でそれを今から10年ぐらい前の奇跡のその再現を図ったのがこの林京介さんで、これがその曜変天目ですね。この輝きというんですか、これがなかなかどうやってもできなかったですね。これだけ科学がその進んだ世の中になってもできない。でそれをこの方が、あとこれ上から見た図ですけども、この綺麗さですね。でまあ、天目茶碗というもの自体が大体一番高いお茶会で使うものですから、後期なんですけども、それでこの人が再現したということで、今まだこの方は若いんですけど、今あれは時市に住んでますけどね、ということで奇跡 の, 再現ができたということ、これもその多治見という市の織部、まあ、瀬戸五郎だとか木瀬戸だとか、そういうふうな日本の一番へその部分のところでこういう仕事をしたということが画期的に流れを変えたというふうに言えると思います。で今度はその地元 の, その森東福さんに入りますけども、でこの前は池田さんが多分ご説明されたんじゃないかと思うんで、今回の大釜のことはちょっとさらっといきますけど、東角先生がそこまで行くまでのことは多分皆さんがあんまりご存じないと思うんで、そこら辺のことをちょっとご説明しておきたいと思っています。でそれは
今申し上げましたように東川先生というのはもともとその辰野中学校でしたか、そこへ行かれて教師として行かれて、2年だったか3年だったか教師をしてから辞められてこちらへ帰って備前焼き始めますということで、最初いろんなその公募展に出品してたんですけども、入選はしてましたけども、頭角を現して行き出したのが昭和41年頃ということですよ。でこの時に三越の百貨店で展覧会したんですよ。でそうしたらほとんど皆さんその時初めて見たんです、東川さんの作品を。そうするといきなりですね、それが東京の国立近代に買い上げを受けたんですよ。でこれがもう記念的な作品なんですよ。でそれを今度瀬戸内で出そうというのは思ってますけども、でその時にその名前が届いたのがこの辺の作品ですね。これがその前、これはその昭和36年教師を辞めて最初の頃に作った、この時にすでにもうなんかこう東川さんらしいふっくらした おおらかな、まあ、豪気な感じがいると思うんですが、今申し上げると41年これが大坪の 黒の作品にしたんですけど、これですね、これが今東京の国立が買い上げて、その後京都の方へ今移管されて、今は京都の国立が持ってますけど、これがその何ということはないんですけども、東角先生の形なんですね。これが29歳ですか、29歳の時の作品ということになります。でちょうど上の日差しが出たところへその、まあ、藁は巻きますけど上から伏せ焼きして、あと灰がかぶらないようにして、それからその真ん中三分の二のあたりからきれいに垂れるという、こういう手法というのはなかったんですね。それを初めてして、こういう出来上がりを想定したことを初めて試みた、すでにこの時に試みて、で形も丸いんですけども、この方の丸さなんですね。昔これはもう今でも一貫して続いてます。でこれが昭和41年で、これがその42年のちょっと歓迎がかかったようなちょっと 青っぽいで、これも形もそうですし、灰のこのあれですね、この垂れ方も見事なこのバランスで垂れてると思うんですけども、でそれからこの方の終生のテーマが黒備前ということがやっぱりあるんですよ。でこれは平成に入ってからも、例えば平成2年の窯でも黒備前を白と黒と両方出そうということでチャレンジされてますけども、この頃から黒を出すということが意識されてます。でその次がこれですね、これがさっきちょっと申し上げた鴨田庄司との一緒にやった展覧会で東角先生が出された砂壺ですね。でこの時の44年はその砂壺を出してるんです。で44年、45年、46年、3年間その鴨田さんとの共作になるんですが、条件は毎年違うものを出してくれという要望があったんですよ。ですから作さんとそれはもうこれは大変だと、その同じようなちょっと匂いがするだけでももう気にされたそうです。ですから3年間もとにかく3年というのは今でもそのいかに苦しかったかと覚えているというふうに言われてますけども、これがその最初の年の砂ですね。ほとんど砂を使ったような、だから備前とはちょっと離れてますよね。備前焼きでありながら砂壺ということを出した44年ですね。でこれがもう一つの方で、これがちょっと丸い44年で、この作品も今度瀬戸内で出します。それからここで45年原作ですね。これ44年作ったのを45年にこれ出してますか、そうなってますけど、作ったのは44年ですね。で今度45年、さっきの44年砂壺で45年になりますと、今度こういう形になってきます。これ西門土器というんですが、周りへこうちょっと線が入ったような感じになってますよね。でそこら辺は銀色とか 銀ですね、金属のその辺もやっぱ使ってるそうです。でこの作品も今持ち主が新潟の方にいるんですけど、貸さないと、もう一切貸さないと、今まで貸したこともなくて非常に頑固な方で、なんとか今崩そうと思うんですけど、なかなか今難航しておりますけど、ですからこの展覧会の時以外はどこも出てないんですよ。皆さん見てないんですよね。もちろんお買い物の方見た方いらっしゃらないと思うんですけど、そういうもの、それからちょっと色が違った、これも同じ年の西門土器です。これ45年ですね。これもそうですね。これさっきの技術ですね。で今度横へ伸びたこの45年、この作品は岡山県内の方が持ってられたんで今度出品することができます。でこれもそうですね。45年がこの作品、今度46年になってくるとこういう作品になってきます。でこれちょっと見にくいですけど、土の中へ
この鉛のようなのが時々入ってるんですよ。で、丸もんで、作品で、この作品もこれ四国から借りてくることができるようになります。これが46年ですね。これもそうですね。で、これが京都国立近代に入っています。で、これもこの46年の展覧会以降一切出てないんですよ。で、これも今借りるようになってますので、ぜひご覧いただきたいと思うんですが、で、そうしましたら今のその44、5、6の高岡本さんとの共作の3年間だったんですが、その後、東岡先生はどうしたかというと、47年頃からですね、その録音ですね、47年頃からその今の3年間で自分仕事したんだけども、どうも自分では満足いかないと。で、やっぱりその迫力を出すためには普通の窯ではダメなんじゃないかということで、その大窯の構想ができるんですよ。で、それが昭和46、7年の頃なんです。で、土地を相生の相生に求めて、そこで46、7年から作るようになるんですよ。で、それが結果的に55年に解くんですけど、で、その間も実はその大窯の仕事とこういう仕事を並行でされているということで、さっきの3年間の延長としたらこの作品ですね。同じ丸紋ですけども、そうするとこう塗ったような、で、これもちょっと貴重な彩紋土器ですけど、ちょっと塗ったようなこういう作品、これですね、こんな作品で、それで行かれて、で、今度これは象眼ですね。これ間の時のところの色の濃い部分、これが違う土を入れ込んでますね。象眼のこう大きい皿、それから東岡先生の大きい特色はこの尻張りみたいな、この下が安定感がすっきりした、この作品なんかはこれは大船ドックになってますけど、49年、それからこういう象眼で、象眼も特にさっきの皿もそうですけどやってます、こういう仕事で、これをしながら相生で大窯を作ってたんですね。ということで、で、これが東岡先生の最大の一番の最高作じゃないかと言われてるんですけども、昭和50年の彩紋を大変故ということで、これは新潟の鶴居美術館というところが持ってまして、で、これも昭和50年以来どこにも貸せないということで、これも今回初公開できますということで、これも出品できますね。50年後、これ50年後ですね。こういう作品をやってます。で、これが東郷先生のさっきの代表的なこれ鶴首花入れになってますけど、こうどう見てもこれ尻張り花入れみたいな感じですけど、こういう作品と、これも象眼ですね。で、さっきのことをしながら大窯をやってたのが、この55年の相生の窯でこういう作品が撮れたということで、これが三国ですけどね。で、これが鶴首ということで、55年の時に白いこの焼きが撮れたということで、すごい話題になりました。で、これもいまだにこれ幻の作品として市場に出てきてないんですけども、これ持ってる方から今借りてきて、これ撮影し、これ画像出してますけども、これはもうその同じ鶴首を作る方でも、これ完品ですね。これ以上の作品は作れないというぐらいの作品ですね。で、これが何点かこう、で、これが芋どっくりということです。この焼きも素焼きみたいな部分と灰がかかっている部分と、その真ん中の苔と抜群の妙でこうできますね。それから普通のこういうふうな花入れもたくさんあります。で、今度は55年の窯が終わった時に、また月がこの窯でもやっぱりもう一つ自分の気が起こって、それで今度寒風の方へ帰ってくるということになるんですが、その間に寒風に帰ってきて、最初20メートルの窯を築きます。で、そこで試験窯で焼いたのがこの作品ということで、こうちょっと花が咲いたようなこういう作品ですね。58年、20メートルの窯ですね、この辺は。それがその時にまたこういうふうに土器風でもちょっとこう違う模様の作品を、これ宗工芸というところで1回だけやってるんですが、この時の出品作というのが今すごい良かったということで評判になっているんですが、なかなか今どこに行ったか分からないんですけど、これ1点これちょっと数を取れていました。で、これはその頃でこういう作品も作ってると。で、この作品
いろいろ作られたんですね。でそれとこれは生水油というんですか、模様がですね、大釜でないと出ない、そのミミズが張ったような模様ですよね。でこの時に初めて出たということで、まあ、先生はすごい喜ばれてましたけども、こういう作品です。こう三角のようなものとかで、この辺からはその寒風帰ってからですから、これ寒風帰ってから平成元年に炊いて平成2年に釜出しをするんですが、この頃に黒を狙った作品ですね。今ちょっと申し上げてましたけど、黒というのが初期からの大きいテーマでしたから、こういう作品ですね。でこういう作品も作られている。それからこれがその縄文という、これは東広島市美術館になってるんですけども、すごい迫力がある、この縄文でもこの新しいね、この頃からは今回の84メートルの釜を炊くため の, 20メートル、それから50メートル、それから85、4メートルですから、成功させるために53メ、4メートルの釜で何回か炊いてます。でそれがこの平成2年が第2回目の釜ですね。この頃からはいろんなテーマで、まあ、ずっと、これは平成11年4回目ですかね。でこれも黒ですよね。こんなのかもすごい出来がいい作品ですけど、これが4個ですね。4個です。で今の東岳先生の作品ですけども、今度は今時代を変えたというその金杉光介さん、芸大の彫刻を出た方で、この方は備前焼のところにこういう作品出したんですね。これ一番初期の昭和51、2年の頃ですけど、こういうのを備前の人がやったというのにすごい当時話題になりましたね。である人は、まあ、その批判ももちろんしてますし、ただこの方がその芸大の彫刻が出てるんで基礎ができてますからね。でこれをその土を布のような表現にするという、こういうところから出発して、それであと誠意というのが、これ全部その土をこう滑らかに、これも備前の土が滑らかでいい土だからできることであって、これがそのこの辺からこのこれですね、これが誠意という、これが今では光介先生の代表作と歌になってます。でこれができるのを備前の土だからできるということで、他のぬめりがない釜場の土だったらこれできないですから、でそれをその土を布の表現をしたということで、もう一つこれでこの方のどうですか、地位が固まったようなところありますね。誠意と、これはヨーロッパの方でもこの誠意で展覧会なさっています。でこれが海からという作品、なんかこう海からなんか生まれてくるような波のようなエネルギーがあるような、こういう作品ですよね。それこれが冬あるいは肖像という、まあ、そう言われればそうだな。でこれが誕生の王と、それからこれが王妃という、これ最新、もう何年もなりますけど、一番新しいシリーズで、こういうのを備前のところでなさっているということですね。これは当番ですよね。それから今度最後に隠れ崎さんということで、瀬戸内の方ですね。でこの方は、その今申し上げたその昭和、だいたい平成2年に天満屋で展覧会したときに、これが大きい、ケーキになったんですけども、ちょうど長崎出身で奥町の恥の上に来られて、それから今はその上までにいらっしゃいますけども、これ最初にこのセンスですね、これ昭和58年ということで、33歳ぐらいの作品、これがまあ軽田がデビューというか出てきた最初の頃、モダンな今の感覚のラインですよね。ですからデザインがどっちかというとメインに出た感じの方、これ牡蠣でもこうなんか人間のようなこういう感じなんですね。でこれがとっくりでもこういう感じになる。で香炉でもこういう香炉になってくる。これはもう頑張るなんて、まあオービスみたいなもんですよね、そういう作品。だからこれ位相という次々移り変わるところですから、これがこっち、まあ、こう移動していったところですよね。だから花芯ということですね。こういう、それからこれヒルコという、ヒルコというのは
神話 あのイザナミとイザナイザナギとイザナミの子供がちょっとあの子ができるんですけど、それをテーマにあのこの方がしてるんですよ。ですからあのこれがどうだということはないんですけども、そういうふうなことをイメージとして捉えて今までなかったフォルムということをここに作ってますね。そういう神話から取り上げるというのがなかなかのところだと思うんですが、こういうで北総、これ北の方へ向かうあの鳥をイメージしてというのを作られた作品です。でこれなんかもそのじゃこれをどうやって使うんだろうという話ですけど、あの置いとく方が、まあ、要するにそのあの量の美というのもありますけど、美の美というね、見るだけで置物で別にそのために例えば離れな離れという目的はあるんだけど、それを抜いた美しさというんですか、そういうふうな分野をこの人が作ったようなとこありますね。でこれはファランクスということで、あの西洋の鎧騎士 あのそういうイメージで作られて、これも代表作になってます。この方ファランクス広口描き、それからあのこの土を見たらちょっと違うでしょう。でこれはあの備前の場合はその一回こう土をこう粉にしてこう沈殿させてやりますよね。 その時に田んぼの土を下の方から取るんですけど、上の方の土を捨てたんですよ。でそれをあのそれ何回生かせないかということから、その上の層の土が粗くて模様があるんです。でそれをそのままスライスして使ったのがあのこの方が注目したんですね。今までみんな捨てた石をあの使ってみたらすごいいい感じが出た。この人の作風には全くその新鮮な感じが出てきたと、生きてきたと。これなんかもそうです。これ上からと下からとこう見たところですけどね。でこの皿なんかもこれあのそういう土ですね。先生はマーブル土って言いますけどね、これがいい模様を生むということで、日差しの人 あの色の対比なんかも綺麗ですし、で、あの元々備前というのはその薬をかけませんよね。でそれはその薬をかけなくても水が漏れるんですよ。あの漏れることがないんですよ。で、あの私も1週間ほど前丹波行きましたら、丹波の人はとにかくそのままだったら漏れるんですって、土が、あ、水が。だから薬をかけるんだということなんで、それだけ備前はなんか薬をかける必要がなかったんですね。これじゃあ必要がないから使わないでいいんかというところから出てきたのが、備前でも薬をかけてもいいんじゃないかということから出てきたのがこの白地のこの本ですね。これがすごい今のマーブル土との関係で、あのだから香田さんの場合は規制概念ないんですね。どうやったらその美しく出るか、自分の表現ができるかというところから作られますから、非常に頭が柔らかいので、どんどんこういうような緑作法、これなんかオリベをかけてるんですね。全体かけるというよりも中の方にかけてるという感じ。これがまあ上から見たところですけど、非常にあの今でも昭和25年生まれで、今65ですけどね、どんどんあの話をしてましたらどんどん前向きですよ。次何かということで、これが東京でウナ・ミスチュラという、これは混交という意味で混ぜるという意味、今 そのマーブル土にいろんなものを混ぜて新しい表現ができないかということでした展覧会なんですけど、これがすごいモダンでしょう。これ備前の備前言われてもこれ備前ですかという感じになりますけど、こういうようなどん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 新しいところを築かれたというのがこの方ですね。でこれがファランクスみたいなんですね。マーブル土ですね。これはですか、そのマーブル土ですけど、そのマーブル土の上にこの四角の部分だけ透明釉をかけてるんですね。それで、まあ、基本的なデザイン、それでこの切れ目もこういうふうな切れ目を入れてるという、これがこの方のやっぱりらしさというかだと思うんですけど、でこれがあの引き出し茶、これもそうですね。これなんか陶板にしてもいいという、これ今 その例えば白い壁 あのマンションなんかすごい似合うと思いますね。でこれが皿を作ってもこういうふうなシャレた皿になってくると。
これぐい飲みですよ、これ。ちょっとこれで酔えるかなという気もするんですけど、まあそういうらしい。それから最後に島村ひかる先生、この方が昭和15年生まれで、今はあそこの久喰の辺にいらっしゃいますけど、備前にこういう方がいらっしゃったのかということで、全然自分出ていかない方ですから、10年ほど前にある注目して、で皆さんすごいということで、最高ものです。備前でも最高ものする方がいらっしゃるんですが、特にこの方の最高ものって洗練されてますよね。でこれは今日本がその具体というその何十年も前に抽象でチャレンジしたすごいグループがいたんです。それが今すごいオークション高くなってますけども、その時に島村先生もそういう活動されてたそうですよ。神戸の辺にの学校に行かれてますから、それが帰ってきてもう一回その細工をするんだということで、やっぱりもともとセンスがありますから、こういうことですね。でさっき画像出てましたけど、ここからその煙をこう出して会場に航路ですから、一応これ見せてたんだということがありましたけど、こういうこととか擬人化したもの、スズメがまあ代表作ですね。こういうスズメ群尺がすごい多いです。で方品にしてもこういうの丸みを見て、このデザインがすごいでしょ、これ。入れ子のこういう、これなんか島村さんの家に猫が多いんですよ。それで12子のに猫を加えたということで13子ということで13おります。でこれ木ですね。これがまたね、これ本当に会場で見ると木なんでしょうか、生き物なんでしょうかというぐらいの質感なんですよ。で割り木ということの香炉ですね。これも一応香炉です。これは花屋。でこれが実は煙ですね。煙をこう四角を組み合わせてこう作った。これを作る方から言えば大変なこれ仕事なんですけども、こういう洒落た感覚をしたんです。これは上り窯の香炉ということですね。でこれが羊の音ですね。でこれが馬、人の顔ですよね。猫、スズメ、こうですね。大体こういうことで、一応その画家と瀬戸市の陶芸なさる方などの方を中心にちょっとお話しさせていただきました。まだまだいろんな方がまだいらっしゃると思うんですけど、今日のお時間こういうことですから、また機会がありましたらまたご紹介させていただければと思っています。ありがとうございました。